にちは、ジャズドラマーの倉田です。4ビートのタイム感、いろんなレガートってあるっていうんですが、このタイム感についていろいろちょっと解説していきたいと思います。まあ4ビートっていうとね、これジャストとかジャストじゃないかっていう話になると思うんですけど、これはまあ縦にね書いた線が、これがまあいわゆる四分音符だとすると、ベースよく見てもらうと分かるんですけど、ベースってどうしても立ち上がりが遅いのもあるし、こう音の発音がやっぱり拍より少し前にいるんですよ。でこれがやっぱりこう4ビートの一番の醍醐味かなと思ってるんですけど、要はここに書いたみたいにちょっとこう細かい音符でちょっとずっとシンコペーションし続けるみたいな、だからメトロノームに対してベースの発音を一緒に合わせるとちょっと重い感じがするんですね。だから基本的にメトロノームを出すと、基本的にベースの人はそれより少し前を弾こうとするんでこうなると思います。そうするとこのベースのタイミングに合わせてこういわゆるこのレガートっていうのは前に行くんですけど、このハイハット2拍4拍っていうのは8ビートでそうよく溜めるというんですが、裏拍っていうのは後ろ側にいた方が裏拍っぽくなるんですね。その方がタイムが長い感じがする。こう長く、要は前が長くなって後ろが逆に短くなる。これをこう繰り返した方がこういわゆる推進力のある演奏、バネのある演奏になるって感じかな。その伸び縮みしないと、こうスイングしてるんだけど、こう推進力の前に進行しないタイプの推進力のレガートする人っているんですよ。それがいいか悪いかは別に置いといたとして、結局そのグッてこう黒人の人たちはコッと箱を蹴って前にキュンとボールがこう前にこう転がっていく感じにしようと思うと、この2拍4拍を貯めて1、3拍を突っ込むみたいな、要はこうそうすることによって拍がこう伸び縮みすることによってこうバネを感じて進んでいくって感じなんですね。で結局2拍4拍はこうやっぱり打ち込みとかでこうやっぱり音源聞いてこう打ち込んでみると、だいたいベースが少し前にいるとちょっと溜めたハイハットがジャスとかジャスよりちょっと後ろの位置にいるっていうのがやっぱすごく座りがいいんですよ。でフィリーとかバディリッチとかは基本的にこうこの2拍4拍ごともろとも溜めるんですね。この感じをちょっと演奏でしてみたいと思いますね。まずそのベースラインに対して1、2、3、4、1、2、3ね、これ1、2、3、4に対してこうやって前に突っ込んで叩くと1、これがハイハットが同じだとこう拍が狭いというか慌てた感じがするね。拍をためる、そうするとクラッシュをボンってするだけでブワーって広がった感じがする。エルヴィンなんかまさにそんな感じだと思うんです。でジミー・コブとかケニー・ワシントンみたいなトップにいるドラマーってどうなるかっていうと、こうレガート自体はもうベースと一緒にくっついてて、ハイハットだけでこう溜める、要はこんな感じですね。でちょっと前イーブンのエースの話をした時にこう出てきたトニーのレガートっていうのはもう1拍もこれも全部メロディーと同じ位置にいるので、まあこんな感じになるわけですね。もう一回ちょっとやってみますね。トニーの場合はに高速の時にこうやって行われるんですけど、これってよくあるラテンとフォービートの行ったり来たりのタイム感もこれなんですよ。だからこ
サノバにトニーが突然レガートの途中にボサノバやったりするのも、同じフィールで乗っかってる感じね。これ頭で合わせてラインと同じタイミングでボサノバにすると、もう全然違う次元のリズムだ。だから頭で合わせてるんじゃなくて、イーブンは裏側のスイングで合わせてる感じ。こういう感じですね。だからここがこうイーブンになってるという形ですね。だからトニー・ウィリアムスとか、例えばまあディジョネットとか高速の場合はこのタイムで撮ってるし、ニカズドリームとか、まあナイト&デイとか、実際にあのビル・エヴァンスの、エルヴィンの、ナイト&デイ、ゲッツ&エヴァンスのエルヴィンのこうラテンっていうのはこのタイミングですね。だから、ラテンに行ってる時ホービートやってもすごいハマるし、ホビーと言ってる時ラテンやっても全然ハマるんで、要は同じフィールでラテンをやってるってことですね。だからラテンとジャズのフィールを結構切り替えちゃう人が結構いるんですけど、それだともう全然別次元のリズム、まあそれはそれでそういうアレンジでいいんですけど、だからブラックミュージックっていうのはここのこのからくりが非常に面白いというか、だからホビートの上でイーブンも溜めたイーブンもハマるし、いろんなスタイルのものをこう拍が長いので埋め込むことができる。これ一応便宜上はこれ3連符って書いてあるけど、これ実はまあなんか別の動画で僕5連符って話してると思うんですが、もっと拍は長いんですよ。だからその狙っていくところっていうのがすごくこう幅が広いので、ここを狙うとラテンに聞こえるし、ここを狙うとこうスイングに聞こえるしみたいなのを、こうちょっとしたところでこう見え方が変わっていくというか、そういったところをすごい遊べる音楽なんですね。だからものすごいこう細かいところを狙っていく実力がいるし、そういう意味では基礎練習も全部いるし、これってなんとなくフィールでやってるんだけど、フィールをちゃんと狙っていけるっていう、やっぱりちゃんとすごいこう楽器力がないとこういうキープはできないんですね。だから、こういう前の動画でこうテンポが速くなってしまうとか、テンポがこう揺れてしまうっていうのは、この2拍4拍が溜めれてないと全然こう拍が分かんなくなる。特に速いテンポの場合は2拍4拍をすごく溜めなさい、特にバラードとかもすごい溜めなさいって言うんですけど、溜めないとすごいこう自分がバラードで走っていったりとか、スイングやってると自分がどこやってるか分かんなくなるんですよ。でなんかこう僕イメージ的にはこう並走してみんなでランナーで走ってる、自分でしんがりがこうやって走ってるんだけど、ボトムのハイハットのボトムがしっかりあるとみんなよりちょっと後ろにいると全員の姿がすごい見えて、あみんながここにいるここにいるここにいるって見えるんですけど、2拍4拍がその溜めれてないともういきなり全員どこに何があるのか分かんなくなってしまう。速いテンポでみんなこうリズムを見失ってしまうの、2拍4拍が溜めれてないので大きい拍が取れてないということなんですね。だからこうテンポキープのところで悩んでて、こうメトロノームでこう一生懸命やってるって、それはできるんだけどっていう人は、こういうタイムのこの位相っていうのがこう全部縦で合わせるんじゃなくて、こう実はこう意図的にずらしていろんな位相があって、それをこう見てないとやっぱりすぐ相手に合わせてしまう、これに合わせてしまう、これに合わせてしまう ではないんですよ。みんな違うタイムでずれながら走ってるんで、同じとこに行っちゃうと暑苦しくなっちゃうんで、なんかこうこのここはこう一緒にいるけどこっちはずれてるとか、そういうこうのが本当のいい音楽だと思うんですね。でこういうバネで蹴ってる4ビートっていうのは僕はすごい好きだからそれをやるんですけど、実際こうスイングはこうやってこうジャンプする感じなんで、でこういう伸び縮みがないとこう前に進んでいかないスイングっていうのはダメかっていうと、逆に言うと他のミュージシャンやりやすいんです、落ち着いてるからね。でこう拍もはっきり分かるわけだし、だから意外と仕事は多かったりとかしますね。逆にだからそれってすごく聞きやすかったりとかするので、僕はそういうこう突進感のあるのが好きなんで、ただ突進感のあるやつってすごくこうタイムが分かりにくくなってしまうので苦手っていう人もいるんですよ。そうすると僕はまあそういう時は結構できるだけこうその溜めたりしないように、まあ最低限のためだけにしといてえぐく溜めないようにするんですけど、やっぱり自分が気持ちが上がってくるとえぐく溜めていくんで、そうするとやりにくいってなると、もうそこはもう相性ですね。だからミュージシャンでもこうジャズミュージシャンとか古いこうグレートなミュージシャンいっぱいいるけど、この人たちは一緒にやらないっていうのがあるんですけど、多分それはそこの違いだと思うんですね。だからこういうこう縦で分割してこう
レコーディングしていくみたいな感じのスタイルももちろん美しいスタイルだし、こういうこう位相をいかにこうずらしていくかみたいな、やっぱり結局こうすごいね、あの高性能ミシンで編んだ刺繍よりも手の刺繍の方が高いわけですよ。あれは結局そのなんていうかズレとかそういうこう柔らかさとかそういったものを感じるわけじゃないですか。このジャズがなんでこう長くこうもてはやされるかっていうと、こういう手触りのあるこういうこうなんかこうなんかよれずれたりとかしてるんだけど何か心地いいみたいなのをやっぱフィールで感じてやっていく。だから理論的に言うとこうだけど結局は感覚でやっていくんですね。ただ感覚でやっていくときにもっとこうできない、もっとこうできないかなっていうところでやっぱりこうみんな練習していく。だから、こういうイーブンのエース最初やり始めたのはやっぱレスターとか、例えば、こうチャーリーパーカーがやってるんですけど、それをずっとキープしてやるっていうのをやり始めてるのはクリフォード・ブラウンなんですね。でクリフォード・ブラウンの手記で書いてあったけど、そういうことをやりたいっていうふうにしてマックス・トローチと練習してるんですよ。だからこういうことができるはずだから、こういうリズムでこういうタイム感でお互いにそう考えてっていう練習を2人でしてるんですね。だからやっぱりこういうことができたからこうできるんじゃないか、だから練習してやってみようよっていう、そういうレベルのものなんですよ。だからジャズってフィルだけでしょっていう人よく言いますけど、ものすごく緻密に練られて完成されたこうフィール感なんです。結局体で覚え込んだらなんてその考えなくてもできるようになるまで体で覚え込ませる、そこの段階はもう仕方ないんですよね。だからそのこうやってやりたい、こういうふうに練習したいっていう練習をするしかないと思いますね。というわけでこうフィール、こうタイムのズレっていうのがこう大きく分けてこう3種類は絶対あるので、まあこれの合間とかがいっぱいあったりとかするんで、そうすると僕はこう誰々風誰々風っていうのはこう真似できるんですけど、そういうこうニュアンス、あとはまあ音色とかビル・スチュワートっぽいこうレガート、例えばこれに対してこれはまあ手の中でこういろいろ変えたりするんですけど、こういう音色とかその音色感、そういったものでこう全部表現していく。だからタイムのズレもそうだし、音色感もあるし、全体のフレージの使い方、言い回しもあると思うんですけど、そういうので人のパーソナリティというのはできていくって僕は思ってるんですね。なんでどれがいいとかじゃなくて、自分が何をしたいかだと思うし、僕はこういう分類したりとかすごくこう学者肌なんでそういうのが好きなだけなんですけど、というお話でございました。なのでこうレガートに対していろんなレガートがあって、どういう風っていうよくあると思うんですけど、まあメカニズム的にはこうなってますよっていうお話です。なので、これを参考にしていただければと思います。ありがとうございました。